長監督がハイタッチで始まりましたね。いやいいですね、いいですね。さあ1回の表ホークスの攻撃です。2アウトランナー2塁1塁、ファイターズの先発は山崎福也、まあ、前回の登板でツーランホームランを打たれている近藤にいきなりタイムリーを浴びます。さすがですよね、このバッティング。この万波選手の、ね、バットも良かったですよ。いやそうですね、はい、ただ間に合わず1点先制、1対0。さすがの近藤というバッティングでした。2回の裏です。ファイターズはノーアウトランナー1塁、チャンスを作ります。ホークス先発は有原、エスコンフィールド初登板、5番のレイエス。ここは 6-4-3 のダブルプレー。まあ、初回2回とファイターズは有原の前に無得点。3回です。ホークスは2アウトランナーなしで、当たっている3番の柳田。このボール、いやー素晴らしかったですよ、この左バッターのインコースの使い方も良かったですよね。そうですね、2回3回と三者凡退に抑えた山崎幸也。そして3回の裏ファイターズワンアウトランナー2塁1塁で1番の郡司、この打球がぐんぐん伸びてスタンドに入りました。いや初期のフォークですからね、ここで読み勝ちというか、この試合展開を読みながらね、さすがのバッティングですね。そうですね、逆転のスリーランホームラン、3対1。そして試合は7回に入ります。7回の表ホークスはワンアウトランナー1塁でバッター周東。いや、ここ大きなポイントでしたね。いや素晴らしかったですね。ゲッツーね、取れないだろうと思ってましたけども、取れました。ここしかないという打球が、まあ、全打席4打席ですね。いやー、動じましたもんね、うん。そして7回裏ファイターズノーアウトランナー1塁で代走の中島拓也が今シーズン初盗塁ですよね。このタイミングでバッテリーから盗むというのは素晴らしいですね。スタート抜群でした。そしてワンアウトランナー3塁となってバッターは伏見、前進守備の間を抜きました。やっぱり4点目ですよね。そうですね、やれなかったですよね。貴重なタイムリー、4対1。山崎達也に得点をプレゼント。そしてここからファイターズは8回から継投です。2番手金村翔馬、今宮を空振りの三振。そして2アウトランナー1塁、ランナーを置きますが5番の近藤、空振りの三振。いい仕事果たしましたね。本当ですね、ナイスピッチングです、うん。さあそしてファイターズはその裏ツーアウトランナー2塁、ホークスは2番手の石川修太、4番のマルティネス。フェンスダイレクトのタイムリースリーベースヒット。マルティネス自身2本目のスリーベースヒットということでね、5対1点差を広げます。そして9回、点差は4点、セーブシチュエーションではありませんでしたが、田中正義、2アウトランナー1塁3塁とピンチを招きましたが、最後は代打野村勇に空振りの三振で試合終了。5対1、ファイターズが逆転して、そして点差を離して逃げ切ったという試合になりました。山崎福也は本拠地初勝利と